サッカー三笘が天皇杯の大会公式アンバサダーに就任決定。サッカー日本一を決める天皇杯全日本選手権の大会公式アンバサダーにイングランドプレミアリーグで活躍する日本代表の三笘薫選手が就任することが決まりました。103回目を迎える天皇杯は J リーグのほか都道府県代表のチームなどがプロとアマチュアの垣根を越えて トーナメント方式で日本一を争う大会で88チームが出場して20日開幕します。大会を主催する日本サッカー協会は18日イングランドプレミアリーグのブライトンでプレーする日本代表の三笘選手を公式アンバサダーに起用することを発表しました。公式アンバサダーの起用は大会史上初めてでかつて天皇杯で日本一になり、 世界に羽ばたいて活躍している三隈選手を選んだということです。三隈選手は筑波大学の2年生だった2017年天皇杯の2回戦で当時 J1 のベガルタ仙台からゴールを決めて勝利を挙げジャイアントキリングと呼ばれるワンクロワセを起こしました。この大会で筑波大学はベスト16に進み三隈選手がその原動力となりました。 J1 の川崎フロンターレに入った後は2021年の元日に行われた100回大会決勝のガンバ大阪戦で決勝ゴールを挙げてチームを優勝に導きました。三隈選手は今後メディアを通じて大会の PR 活動を行うほか、試合会場では本人の映像で応援メッセージが流されるなどして大会の盛り上げに一役買うということです。